あれ、声入ってますかね。声入ってます。入ってる。よかったです。ちょっとお待ちください。あ、どうもどうも。大丈夫かな。一応ね、しのさんに、なんだ。声聞こえない。声聞こえない？もうちょい近づけるか、じゃあ。聞こえる？はい。一応ね、毎回毎回、Wi-Fi だ。Wi-Fi をね、もらうんだけど、使ってなかったんで、ちょっと試しに使ってみました。小さい。マイクここだもんな。これぐらい？これならどう？これならどう？時差ボケはね、全然なくて眠くないんですよ。声張る。ちょっと待ってね。いやでもさ、例えば散歩配信の時ってこんなもんじゃん。これぐらいじゃん、散歩配信って。ツイッターで告知。あ、そうだね。確かに。まあ、たまにはそういうのもいいでしょう。いやいやいや。
ヒゲはね、大会までには剃るよ。あ、ツイッチの通知たまに来ない。あ、マジか。まあ、それもいいでしょう、たまには。今ね、何時だっけ？10時40分。雨降っててね、ちょっと散歩って感じじゃないんだけど。お、サブスクがね、たくさん。ちょっとね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。時差ボケはすごいない。時差ボケすごくないです。ナッシング、グレート、ジェットラグを、まあ、うまく組み合わせてください。ただ、全く一人用しかできないからな。ガイルハイが流行ってる。ああ、まあ流行るよね。なんだっけ、カバがやってたからね。でもね、実際強いんだけど、やっぱりね、そんなに、まあ連発するほどじゃないかなっていう。ドグラってない？ドグラいるの？イギリスまで乗り換えあるよ。だいたいオランダだね。宮迫引退？マジ？ドグラは？あ、そうなんだ。ドグラいるんだ。そうなんだ。マジか。まあ、なるほど。ああ、さすがにだね。まあなんか、まあ、あんまりいい噂聞かなかったからな、ぶっちゃけ。まあ、ついに来るべき時が来たって感じだね。ああ、京アニの火事だっけか。それもこっち来てから聞いたけど、いや、やっぱなんか自分がお世話になったことのある会社というか仕事の人がそういう目に遭うと、普段のニュースよりもやっぱり感情移入しちゃうよね。やっぱり京アニのね、アニメたくさん見てたもんな。ゲームしてない時結構京アニ見てたからな。26、7ぐらいの時。来ないからな、死んだ人は。声の形も京アニなんだ。うわー、そうなんだ。最
最悪だな本当に。最悪だわそれは。なんつうかそのなんつうんだろうねそういう。こう積み上げてきた、ね、努力とか才能とかって生きてる間しか発揮できないわけだからさ、それをこう途中でその人が仕事を全部出し尽くす前にこう強制終了っていうのは本当終わってるわ。うん、地獄があるなら落ちてほしい。小説がパクられた。ガソリン撒かれたら全力で逃げる。消火無理。そうなんだ。なんかね、こんだけ技術がいろいろ進歩してもダメなんだな、やっぱりな。うん。本当だよな。まあでもそれで殺されるときはもう殺されるときだよな。不可能じゃん、その、なんつうの、捨てゲー、人生もうどうでもいいですってやつのさ、その襲撃を防ぐって不可能だから、もうまあ、しょうがないよね。本当にもうついてないとしか言いようがない。ちょうどさ、なんだっけ、ペリリューって勧められたから読み、まあ最新刊まで読んだんだけど、戦争の話だからさ、まあ人の命っていうのはこう今守られてるからだけど、物理的な攻撃には決して強くないからね、人間ってのは。暗いニュースばっかり。なんか明るいニュースはないんですか、逆に。大黒が帰ってきたとか、そういう明るいニュースはないの。ナーフ来た、シャドーバー。あ、ナーフ来たらしいね、緊急ナーフ。うん、あ、ハイタに買いに。まあ、それは明るいね。暗いニュース、それ暗いか。え、水田さんはスカーズと契約終了。それは明るいんだか暗いんだか分からんな。優勝して明るくする頑張ります。この YouTube 復活した。あ、そうなんだ。早かったんだ。滝行。カリタありがとう。
短し、夜は短し、ありがとう。イギリスは今日は雨降ってるね。PC 版のソファイブやるぐらいしかないですよ、こっちはイギリスは。日本も雨。フィッシュ&チップスはまあ日本で食えるよね。日本で食えば味わかるよ。同じ。ハブとか行けばあるんじゃない。イギリスの飯のまずさ世界一はね、多分一昔前はそうだったのかもしれないね、その先進国では。最近はね、結構ね、まともよ。だいぶまともになったと俺は思ってる。うまいよ、結構ね。DJ リュウジ。DJ リュウジありがとう。英国紳士、今はね、その噂のガイルハイを立ち回りで当てた時にハリケーンをが繋がるんだけど、それを練習してる。結構難しくて、インフェクシャスあってない。ガチ君と久保もいる。あ、そうなの？言ってくれよみんな。コツ？コツなんてないんだよ。手に覆い込ませるだけ。流星推しやってないね、正直。何の言うてもドラマ化したんだ。まあするよね、しやすいと思う。低予算でいけるっしょ。テイケットありがとう。インフィクシャス共犯の事件聞いたよ。ボンが孫は CC 無理。まあでも去年もね、絶望的状況から出たからね。今年も分からんだろう。インフェクシャスは早速活躍したね、なんかね。孫さんのプールにパンクいる。まあ辛いね、それは。あ、メタメタ4ありがとう。参拝し、雨降ってるんだよね。あの晴れたらやってもいいんだけどね、寒いんだよな。エボのプールも出てる。あ、まあ仮だよね。トーナメント見てないです。見てないというか、いや、変更前と思われるものは見た。エネルと赤犬がいるのは知ってる。あと、どこだったっけか。今、ホテルの部屋。いや、帰る。一回帰るよ。イギリス人、雨で傘ささない？いや、さすがにそれはないんじゃない？見てみる？
どうかな。マジだ、傘差してね。傘差してないよ。見て。傘差してね。傘差してないね。傘。ほら。見える？見た？傘差してないね。すげえ。すげえ。すごい、本当に刺さないんだ。マジ？え？あ、また来た、人が来た。おい、刺してねえよ。おい、刺してねえぞ、おい。マジ？なんで？見た？奥さん見ました？雨なのに。インフェクシャスも刺さないのかな？また勇者が一人。見える？見える？見えた？見えた？すげえなあ。まあまあ降ってっかんね、言っとくけど。これをあげると、あ、でもこれ開かねえんだな、これ以上。ちょっと手出してみるわ。あ、ダメだ、わかんねえ。うわ、うわ、また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 来た、また来た、また来た。ガチでしたね、皆さん。ガチ。ちょっと待って。電池ないのかこれ。これか、いいか。オールマン、オールマン、ありがとう。カーの一緒じゃないね。カーの今日つくんじゃないかな。あ、カーの中心。体調いいです。イグチ、ん？イグチル？イグチリかな？わかんないけど。ありがとう。ありがとうございます。体調いいです。
残り、まだ朝だからな、暇だよ。肉割れ、肉割れ、肉割れありがとう。公平、公平、公平ありがとう。今日も練習だね。そうだね。音楽ではビジョン回転するんじゃないかな。ポケか。毎月25万以上。何の話？勝つにはどうしたらいい？まあ、折りじゃね。大体初心者と中級者の中級、中級、初中級者はやっぱ折りないからね。それで負けちゃうね。で配信者がどのくらい儲かってるか分かんなかったっぽい。あ、それで俺が25万入ってるって。なるほど。じゃあ分かってないってことね。それはね、ガセだね、完全に。タランタランタラン、ありがとう。エンドゲーム見てない。でもキャプテンマーベルは見た。ヒットボックスをどこで買うの？もらったことしかないから分かんない。何を根拠に言ってんだろうってぐらいだね。かなり信用ならない情報だね。トイストーリーやめ、見てないです、もともと。インフェクシャス、ビースト、ティービシャス、キルでしょ。てか、俺も知らねえんだけど、インフェクシャスってクーパーズに入ったのかな。確かにね。いや、俺も知らないんだ。聞くのは聞いてなかったなと思って。ベシャリ暮らしドラマか。マジで。あれ、ドラマにしたら結構寒いことになりそうだけど、大丈夫かな。そうそう、一昨年のレッドブル君って。TGS の後に、あ、今年もね、催し物は考えてるけど、カラオケ大会ではない。考えてるのはね、カラオケ大会ではない。
配信ね、いつかやりたいなっていう気持ちはあるけど、なんで麻雀を勉強しようと思ってんの。あれ。なんだ、猫が。そうか、二十歳とか二十歳まで来たんだ。長生きしたね。雨じゃなきゃな、散歩するんだけどな。家は押す。ヤンシの麻雀は、とりあえずまあ腕前って言われると分かんないんだけど、まあめちゃくちゃ押すね。ツノポン、ツノポンでいいのかな。ツノポンありがとう。原始圏ありがとう。私の指導者になることができます、ありがとう。ご飯食べる配信はないね。ないけど、ちょっと思ったのは、カップラーメンをこう美味しく、自分の好きなカップラーメンを美味しくするのを誰が一番美味しくできるかをこの間のメンバーとかでやってみたいなと思って。イギリスはね、いや言うほどでもないよ。言うほどひどくもない。今のイギリスはね、言うほどひどくもないです。豚麺、いや、あ、インスタントでもいいけどね。コンポタはちょっとあんまりな。10分カップうどん知らない。チーユありがとう。ペヤングギガマックス食べてない。味は一緒でしょ。だっててか食えないね多分。豚麺に紅生姜ってまあ普通よくあるやつだ、ね、よくあるやつだね。え、だって2000カロリーとかんじゃないの一食。違ったっけ。
食持って行くの、どこに、エボニーかな、1円あたりのカロリーコスパ、ああまあ確かにな、なんだろう、米を炊くのといい勝負ぐらい、米のがさすがに強いか、いくらなんでも。アナライズ、アナライズってどういう意味？タピオカミルクティーは台湾で飲んだかな。あ、分析って意味なんだ。へえ。ファン対策、あ、ベガパッチ、これベガパッチと当たるの、これ。でも坊ちゃんにだけは負けてほしくなかったって、そんなに、そんな相手遠い、まあ遠い人はどうでもいいです。ベガパッチ孫さん、孫さん危ないね、孫さん危ないね。ナックルガイルのベガパチ戦が圧倒的だった。あ、ガイルで勝ったんだ。それ見たいな。ちょっとこの間久しぶりにガイル使い、なんだっけ、名前どう忘れした。なんだっけ、あのガイル使い。いや、カバじゃない、カバじゃない、日本のさ、あれ、この名前どうせしちゃった、名前どうせしちゃったな、いやいや、ヤンボさんとかじゃなくて東京の、いやいや、じゃない、東京、東京、いや、無敵さんじゃなく、あ、野口、野口、そう、野口だ、野口、野口、野口にちょっとファン戦教えてもらった、教えてもらったっていうか、まあ、うん、ちょっと軽く教えてもらって、あ、へえ、そうなんだみたいな、うん、ガイルハイを多分楽しそうに使ってた、久々に見たら。でもあんま当たってなかったな、やっぱりな、あれやっぱ難しいわ、使い道、うん、エメルと赤犬、ガイルドキャラは結構普段勝ててる組み合わせだと思うからいいんだけど、エメルが豪気か、ガイル村みたいなとこと交流してない、ガイル村って何って感じ、知らないんだよ、それネットのねコミュニティは本当に分かんなくて、ドミニカのカバの動き見た、すごい参考になった、いろいろ。ハイキックは、まあ、ちょっと使い方こすぎるだろうけど、まあ使える場面は結構あるんだろうね。どっちかっていうとタッチショーキックソニックの方が強いなっていうか、あっちの方が参考になった。ガエルのディスコードなんてあるんだ、マサと当たりますか。だ、まあでも日本のガイル使いの人たちってあんまりゲームできてなさそうなんだよな、なんか結構みんな忙しそうな人たちだから。プール抜けたら当たる、なるほど。カバは本当にもったいない、カバは本当にもったいない。
サマー売ってない。サマー売ってない。そうね。まあちょっと前回の大会はもうあんまサマー打たないでいこうっていうのはちょっとあったんだけどね。マサ勝つとツイートのテンションキモいから勝ってほしい。なるほど。それはあれですね。世界平和のために勝つべきですね。調子乗ってるのは分かりやすい全一。ああ、まあそうだろうね。引き付けサマーがね、やっぱり実戦でとっさにね、その中キックと小パンチずらしてやるっていうのは難しくて、本当に。普通にサマー打った方が現状だと勝率がいい気がする。変に引き付けサマーを意識するよりもね、難しいんだよね。将来的に見れば引き付けサマーにするべきだと思うんだけど、ただ 100% 対空サマーって本来 90% 以上出なきゃおかしいさものじゃん。でもそれがさ、例えばじゃあ 85% とかになるんだったらもうそれダメじゃん。どんなにリターンあってもそれはもう大会対空としてのてかサマーのメリットが半減しちゃってるから、まあそう考えるとどうなんだろうね。練習でもたまにミスるんだったら、これもたまにミスるんだったら、実戦だとね、もうちょいミスっちゃうからね、難しいよね。20回やってミスらない。まあ20回に1回ミスん、多分100回やって3回ぐらいしかミスんないとかだったら当然やるべきだと思うよ。まあ5回でもまあやっていいかなって感じだね。要するに、100回中95回は成功しますと。つまり5%、まあそうだね、 95% の勝率、勝率じゃねえや、成功率だったらやっていいと思うよね。まあこのね、ずらし押し関連ってどこまでいっても安定しない技術の一つだと思ってるから、とっさにこれが 95% 出るんだったらすごいことだと思うんだけどね。だからまあその本当に落ちなさそうなめくりかなんかよくわかんないギリギリのサマー以外は普通のサマー打つ方がいいかもしれないね。なんかバカバカしいなっていう。練習したら確率上がる。まあそれ上がるでしょ当然ね。手に覚え込ませるものだから。だその分まあサマーの後の後ろを筋体操を自分はできなくなっちゃうけど、まあ、現状のこの引き付けサマーの成功率考えると、まあ後ろに起き上がってライン下がってるからまあいっかみたいな妥協をしようかなって思ってますよ。ホテルは去年と一緒だわ。ちなみに
検証したら実際は成功率85%のこと結構です。そうなんですよ。そうなんですよ。本当にその通りで。意外とね、ミスしてんですよ、みんな。最近結構実践値高いなと思うのは、とっさの逃げジャンプ中パン。これはね、結構簡単なのよ。しゃがんだまんまジャンプボタン押すだけだから、しゃがみガード入れたまんまジャンプ押すだけで逃げ中パンになって、これはね、なんか知んないけど超一方勝ちする。プラスその地上でヒットがないから結構強い。ガイドは、ガイルって一番違うところ、一番違うところ分かんないよね。大会一発勝負だと、例えば俺ほらすげえ攻める組み合わせっていうか、攻める試合もあればすげえマッツ組み合わせとかもあって、組み合わせによって変わるからさ、うん、攻めるガイルなのか守るガイルなのかっていう判断もつきづらいじゃん、組み合わせを分かんないけど。なしかしガイルのこのアッパーマジで弱えわ。タイプがいるんだよな。この使い分けができるっていうのは楽しいね。使い分けができるのは楽しい。ちょっとな、アッパー弱って、アッパーまで弱体化するとは本当念がいってるよな。すぐそこ弱くしますっていう。重要なところが弱くなる、重要すぎるところが弱くなってるからどうでもいいんだけど、アッパーまで弱くするんだねみたいな。裏剣もそれ弱くなってるんだよな、これ確か。裏剣、ソバット、ソニック、サマー、裏剣、ソバット、ソニック、サマー、アッパーが弱くなってるのか。空投げは、狙ってるときは普通にできるようになってきた。前みたいに、うわ、狙ってるのにできねえみたいなのがなくなってきましたね。あ、そのなんか新キャラとか来て、すげえ強いキャラだったら、まあ当然キャラ変えるんだけど、なんか、コマンドキャラだとしたらちょっと残念だよね。せっかくなんかタメキャラヒットボックス練習したから。コマンドだったらね、やっぱりレバー使っちゃうと思うんですよ、現状だとね。ショーパン、あ、ショーパンも弱くなったか。ショーパンって今回からじゃなくないんだもん、弱くなった。ガイルのサブっていうか、まあ強ければ別にそっちがメインじゃないの、当然。カスタムレバー、ああ、みんな使ってるやつね。みんなっていうか、みんなが取り入れようとしてるやつね。あれは大変だよね。まあ、個人的な都合で言うと、
ガイルが強くなるってことはないだろうなっていうのがもう分かってるっていうか、強くならないんでしょって感じだから、だったらまあ上をちょっと下げてくれると、まあ個人的な都合としてはありがたいね。結構上がやっぱ抜けてるから5強、5強ぐらい、5強6、ヒットボックス疲れなくなったね。ラシードは今回はちょっときつく感じるね。なんか有利な場所がないな、これっていう球抜けがあるかな。まあ遠距離はまあちょっと有利なんだなって感じだけど、 V スキル食らった時にもう端ぐらいまで行っちゃうから、あとまあリスクがない、まあ玉抜け全般に言えることなんだけどね。豪気の竜巻とか、なんだっけ、あのキャラ、バーディーのホーンとかもそうなんだけど、ノーゲージ玉抜けがリスクがないから、見てからと話を混ぜられるだけで多分期待値負けしちゃうんだよ。どうにもなんなかったな。ゼクが微妙だなと思った時点でもうガイルで行くしかなかったもんな。確かにこんなキャラ難民初めてだね。言われてみりゃそうだな。ギルティーの煽り色ぐらいだな。自分の使ってるキャラに不満があるっていう。ギルティーの煽り色ぐらいですね。それ以外大体いいキャラなんで。あとストボーの2012もしょっちゅうムカつきながら出ましたね。ジョン・ディンのラシード、ジョン・ディン結構強かったもんな。いやさすがにもうヒットボックスの上がってると思うんだけどな。もうレバー やってなさすぎて分かんないけど、順位よくねって、まあ開き直ってるからね、結構なんかその開き直りがうまく功を奏してる感じがする。どうせ安定して勝とうと思っても大した勝率なんないし、もういっちゃえみたいな。竜超絶強化したら竜でしょ。てか強い方使うよ、素直に。ヒットボックスで、コマンドキャラ、現状はきつい。現状はきつい。いずれはやりたい。
サカオのスポットスポンサー今回です。新型強い新キャラがホンダでも、いや使うね、使うけどガイルにかきつそうじゃない、どうなんだろうね、どうせ弾抜けんのかいつものようにだとしたらホンダ使えばいいんじゃない。ゲーム音消してますよ。いやなんか こんだけ煮詰まっちゃってゲームがシンプルだとやっぱキャラが重要すぎてさすがにちょっと贅沢言ってらんないの。マッドキャッツ復活したの？へえ、そうなんだ。おお、それはめでたい。へえ。香港企業、へえ、うん、イギリスはね火曜日レバノメンタル自分じゃできない。解像レバー使ってないアレックスって弱いでしょう。え、ずっと弱い、ずっと弱い、最初から最後まで。最後って最後はいつか知らんけど今のところずっと弱いです。てか多分放置されてるのかな。そうね、早く帰ると大会調子いい気がするな。うん、気のせいじゃなければ。キャッツ人も
あの流星と飲むとか言ってたな、それかな。流星が飲むって言ってたな。1月の発表予想、これ新キャラじゃね、違うのかな、ガフロ引退、ガフロ引退はなんかあんまりというか全然話題にならないね、みんなの間で。大黒引退は結構話題になる、なってる、大黒引退は結構話題になった。まあでもなんかみんないつ戻ってくると思うみたいな話しかしてないけど、遅刻説、ああ、なんかそれが今一番有力な説と言われてるね。数の子の番組で真相を語ってた。ケイポルス、ありがとう。そうね、精神、そうだ、大会出て負けが続いてるたりとかするときついだろうね。いや、顔近いのはしょうがない。なんかね、声が小さいらしくて、声が小さいらしいの、ね、よ。まあ、チェザータン、ありがとう。今のエルフ強い、やりてえ。今のエルフやりてえ。その成績が出てない人が、取る手段っていうか選択肢って、耐えるか
耐えてもっと一生懸命頑張るか、でもこれは限界が来る必ず。どんな人間でも結果が出てないのに頑張り続けるの無理だから、まあその人の耐久値との相談、耐久値が切れる前に結果が出なかったら爆発します、ボーン、うん、でだからまあその耐久値に限界が来る前に結果が出るだろうという自信があるんだったら耐えてひたすら頑張る。もう一個は、頑張るんだけどきつくなってきたから一回休憩、一回休む、ゲームの練習とか海外に行くのとかを休む。でまあ二つ目がまあきつい人にとってはよくあるパターンなのね。三つ目がもう何も感じなくしちゃうっていう、うん、そもそもだから頑張らない、頑張る頑張るとショック受けるからあんまり頑張らないっていう、それが最終手段、最終手段っていうかまあ死への道だと思うけど、さすがに無我の境地というか無痛の境地、うん、そう、もう何でもない、もう大したことじゃないですみたいな、大会で負けることは大したことじゃないですみたいな感じに自分の中で変換しちゃう、うん、ただこれは危険で、これやっちゃうとあのもう破滅しちゃうんで、これはもうお勧めしないです、うん、ジャンソーとかだとね、やっぱりそれがこう結構まああるからね、全員そのどれか、酔いどれ、酔いどれありがとう、うん、結構ねいる。でもね3つ目多いよ、うん、危険と言いつつね、ぶっちゃけ一番多いの3つ目っす。人間そんな強くないんで、うん、今三つ目ですわって、三つ目の人が多いね、やっぱり。流星はなんか頑張ってるね、あいつは休憩もせずに頑張ってる感があるね。あれはでも相当精神病むけどな、あいつの頑張り方は。ボガーンといくパターンだね。アンディ・オブ・ア・ダウン、ありがとう、うん、まあ強い、あれ、まあ多分流星とかもなんかキャラがねもうちょっと強ければもっと勝つんだろうけどね、それも含めて、うん、まあ全部自分に降りかかっている問題だからな。俺は3つのうち1と2の間ぐらいかな、その勝とうとすると多分あの病むんで、今回の特にカエルは、孫さんはどうなんだろうね、無痛になってそうな
もう何年も無痛になってそうな。カバーには刺激受けたね、結構。今年は E リーグないです。ナックルの動画、ああ確かにナックルの動画、でもスポンサーも結構そのなんつうんだろう、太いスポンサーとさ結構シビアにドライに結果で判断して、あ、じゃあ君も終わりねみたいな二通りあるからね。ドライな方行ってる人たちは緊張感あるだろうけどね。太いスポンサー捕まえちゃった人はちょっと緩んじゃうかもね。ドブルは太いでしょうね。太いっていうのは結局いい、なんつうの、一時的にいっぱいお金もらえるよりもさ、その投資だと思って長くこう見守ってくれるところが一番多分この業界では太いとされてるよね。一時的にいっぱいくれるところが太いわけじゃないと思うな。そうそう。長く通ってくれるお客さんみたいな感じだね。まあ、それがいいのか悪いのかっていう議論は出るけどね。まあでもいずれにしろ今だよな、今がそういう企業っていうか経済的な意味で言うとピークだと思うんだ。オリンピック終わったりすると選手に回ってくる金はやっぱり減ると思うかな。わかんないけどね、まあ、少なくとも今みたいな、なんつうの、今って結構緩いじゃん。かなりゆるゆるだと思うんだけど、まあ、ゆるゆる体制がなくなるよね、少なくともね、あと1、2年で。業界は右肩上がりだと思うけどね。でもその選手っていうことで言うと、まあ、今のような甘さは消えると思うけど。いや、e スポーツ全体はまだまだ上っていくと思うんだけどな。ただまあいい。いや、長くは続かねえだろう、この状況。
りたいけどね。ただな、結局なんかどうにかなんないのかな。やっぱ競技として見るとやっぱキャラさとかがなんかどうしても矛盾っていうか、まあ、ほとんどのキャラいらないじゃんって感じになっちゃってるからな。まあそれを踏まえてその限られたキャラで遊べばいいのかもしれないけど、そこが改善されるんだったらやっぱ俺格ゲーやりたいけどな。やっぱ面白いなと思うもんな。どうしようもないんだろうな。でもな、そこまで求めちゃいけねえよな。なんか2ヶ月とか1ヶ月とか2ヶ月ぐらいでは長いかも、早いかもしれない。3ヶ月ごとぐらいに調整しちゃえばいいのにね。あ、なんとかわかんない、 3RN3 なんちゃら100円ありがとう。100円って言っちゃった。100円じゃない、100ビッツ、100ビッツありがとう。シューティングとかは本当のこと言うとあれ e スポーツなんですよ。めちゃくちゃあれは長すぎるけどね、エンタメとして見るには長すぎるけど、あれめちゃくちゃ e スポーツですよ実は。RTA リアルタイムアタック、まあそれもまあ e スポーツっちゃ e スポーツだけど、ちょっと運の良さあるよね。運の良さあんまない方がいいんじゃないの、競技である以上はと思うんだけどね。まあ若い子は格ゲーやるんだろう。マインクラフト。まあね。配信は結局話が面白くないと見ないって言うんだけど、俺昔アメリカかなんかのなんかのゲームの配信で全然喋んねえ人の配信2万人ぐらい見てたけどね。初めてプロになりたいものないでしょ。もう遅いよね、さすがに。
全然喋んないんだけど、すげえ人見てて、わ、なんか面白いなって。あ、何のゲームだったかな、間違ったけど、すごっと。普段喋ってんのかな。いや、なんかずっとこんなのね、ずっとこんなので、ゲームは多分すげえうまいんだ、ずっとこんなの。でも2万人ぐらい見てる。人見るんだよな。2万人見るかな、これ。こんなだよ、マジで。これですげえ人見てたんだよな。GX かな、ゴッチ X だけど、最近ね、あんまり喋んなくなってきた。なんでだろうね。2万人いくかな。いやー、なんでなんだろうな。いや、喋ろうと思えば喋れると思うんだけど、多分ね。でも最近喋ってないから分かんないんだけど、喋ろうと思えば喋れると思うんだけど、なんかあんま喋んなくなってきたな。なんでなんだろう。酒、いや酒はまあそれは飲むときは飲むんだけどね。いやいやいや、この別に配信とかっていうことじゃないよ。配信だけじゃなくて、人と会話する頻度が、頻度っていうか量が減ったね。なんか
ちょっとでもこれどうなんだろうな。直していこうかな。変えていくか。喋るか。昔はね、ずーっと喋ってたの。喋るか。言っても無駄だな。言っても無駄だなは結構。言っても無駄っていうか、なんか言う、そう、言っても無駄だなって、その偉そうな意味じゃなくて、言っても無駄だなっていうことが多いなっていう。昔はすんげえ喋ってたんだよな。話すとなんか変わるんじゃないかな。変わんないなと思って、何も変わんないんだなと思って。じゃあ喋んなくていいよ。そうそう、何も起こらないんだなって。そう、人間ってこんなもんかって。いや、そう、やっぱね、考え方違うからね。別のさ、考え方の人に言っても無駄じゃん。若い頃の動画はそもそも人前で喋らないっていうのがあったからね。昔はめちゃくちゃ人、昔めちゃくちゃ喋ってたよ。ずっと喋ってた。でも今日は喋る。久々に。喋ろう。喋るぞ。なんか話題ください。今話題がないと多分またシューンってなる。今話題くんないとシューンってなる。宇宙詳しくないんだけど、すごいよね。なんだっけな、時動画言ってたのかな、確かあれ。いや、違うな。いや、もう誰から聞いたか忘れちゃったな。誰が言ってたんだっけな。忘れた。ザコさんじゃない、ザコさんじゃない。あ、ザコさん宇宙好きなんだっけ。いや、なんかね、なんだっけな。結構面白い話で。誰かから聞いた話を俺が得意げに話したの。いや、こうらしいよ、みたいな。時々がそれにかぶせてきて、いや、それはちょっと前の説で、みたいな。最近はこういう説になってるらしいよ、みたいな話をされて、時々詳しいと思って。宇宙って、なんだっけな、最終的には宇宙全体は冷え冷えになるっていう話を時々から聞いた。知ってる、それ。それ知ってる。そう。今はまだだから、その、なんだっけ、なんか言ってたな。絶対動かせない宇宙の法則があって、なんだっけ、熱、こう、なんか冷たいものとか熱いものがあっても必ず熱っていうのは平均化されるみたいな、なんかちょっと俺本当全然詳しくないんだけど、それは運かしがたい、運かしがたい、法則で、今だから、その、
必ずその宇宙全体は寒いから、もう そっちに寄ってるんだけど、例えばその太陽とかはめちゃくちゃ暑いから、その、まあ、そういう暑い星とかは今このめちゃくちゃ暑いものが冷やされてる状態、規模が違いすぎて全然その平均化されないんだけど、まあ時間、それは時間の問題だから、いずれはあの冷えるで、宇宙全体が最終的にはその宇宙の温度になっちゃって、まあ、生物とかは存在できないみたいなのはもう決定してるみたいな話を聞いたな。まあどっかでなんかすごい発明とかあれば分かんないけどね、自然のままにしておくと最終的に宇宙は死の空間になるらしいよ。まあちょっと大体大なんかちゃんとは聞いてないか分かんないけど、なんかそんな感じの話を聞いて、うん、何年後ってもう何億年後とかでしょ、何兆年下手したら何兆年とかじゃないか、何十億年とか何百億年とか何千億年とか、うん、だから今ここにいる人たちはみんな最終的には死にます、それだけは断言できます。本当最終的にはね、生まれてきたことを後悔して死にます。すでに後悔してる、もっと後悔する、もっと後悔する。いや不死身なりたいよね、でも不死身になりたいけど、なんか火の鳥とか見るとなんない方がいいのかなとか思っちゃう。俺も後悔する。配信ツイートしてない、たまにはいいでしょう。この間海行ってさ、あの CEO の時に久々に海を見たけど、やっぱいいね、ああいうこう、大きい、なんつうんだろうな、巨大な自然を見るとやっぱりいいね、なんかこうストレス解消になるね。まあ普段のそういう人間社会の出来事はなんか茶番に思えてくるよね。そう、でかいもの見るとね、小さいことが少しの間、ここがミソなんですよね、少しの間だけどうでもよくなる、少しなんだよな。まあちょっとの間だけ君たちこの地上で遊んでていいよっていう感じで、泳がされてる感じだね、海からすりゃ人間の100年なんてもう一瞬だろうからな。いいよ、ちょっと遊んでていいよって。一人一回ね、みたいな。一人一回ずついいよ、みたいな感じで。俺今その一回の半分ぐらい来た。もう半分来ちゃった。一回だけいいよっていう。いやでも100年生きれるかな、俺らの時代になると 100年ぐらい生きれるのかな。100歳
まあ、生きてもしょうがないな、でもな、100歳まで。明日死ぬなら、まあ、一応、世話になった人たちに連絡して、で、まあ、ここら辺で一番うまい食い物食えるとこどこだと聞くね、拙い英語で。そこで腹が割れるまで食う。22世紀、まあ見たいけどね。何すんだろうね、死んだったらね。いやー、実はね、子供の時、なんか教科書に載るとかっていうの憧れてたの。なんか、だって、なんだっけな、教科書とまでいかないけどさ、全国の図書室とか、に置かれる本に載ってるんだぜ、今。なんだっけ、仕事いろいろみたいな本があるんだ。あれ、小学校とかに図書室にあるんだよ。だ俺もあれは、キュリー夫人とかと同じ扱いよ。まあ、いろんな人載ってるけど。キュリー夫人の30分の1ぐらいの、もう、価値があるから、図書室で。キュリー夫人3分10分の1ぐらい。どう？そう。まあ、いろんな人乗ってるけどね、ぶっちゃけ。まあ、しかも多分一年、何年度版みたいな感じの本だから、多分一年しかいないと思うんだけど。まあ、今はキュリーぐらいあるね。カチカチ卵、ありがとう。キュリー夫人って何したの？俺とキュリー夫人だったら、やっぱキュリー夫人のが、まあ当然30倍ぐらい偉大なわけでしょ？キュリーって何やったの？30倍じゃ効かねえかな？ラジウム光線。すみません、30じゃ効かないね。じゃあ300倍ぐらい偉大？俺のやったことすごい狭い世界だからな。新しい元素記号を見つけた。やば。ノーベル物理学賞。すげえ。キュリーすげえ。キュリーすげえ。1万倍以上だね、それはね。いや、もっとじゃないかな。60億倍ぐらいあるんじゃない？まあギネス ギネスの、まあね、いや、すごいよ、ギネスもすごいよ。ギネスもすごいよ。キュリーってそんなすごいんだ。俺はね、やっぱシュリーマンが好きなんだけどね。学芸はキュリーの300倍強い。いやー、そんなにないんじゃない？ 70 倍ぐらいじゃない？人間としては60億倍向こうが上で、学芸は70倍ぐらいじゃない？
や、冒険家なりたいよ。でも、冒険したいけど、もう冒険できるとこないよ。そう、海底ね。でも海底は怖いじゃん。海底は怖すぎるじゃん。そこまでガチの冒険はしなくね。もうちょい。宇宙はね、そそられないんですよ。遠すぎて。本当にすげえところまで行けるんだったら当然行きたいけど。なんかそこら辺ちょろちょろって行って戻ってくるんだったらあんまり興味ないな。ロシアは FPS 強いらしいよ。戻ってこれないけど宇宙の仕組みを教えてくれって言われたらいい。これ悩む。これ悩むな。行くかな。行っちゃうかもね。いや、行くね。さすがに行くね。うん、さすがに行くな、それ。言っても理解できない。まあ確かに。今の記憶引き継いで生まれ変わったら、どうすんだろうな。どうすんだろうな。なんかでも人生ってまあなんか健康な状態で長生きしたいと思うけど、2回やりたいとは思わなくない？思う？もう一回人生したいなって思う？俺なんかこう別に1回でいいかなっていう。あ、思う。あ、転生したい。なんか別に、まあ、めんどくせえなっていう。また一から。また一からやるのはめんどくせえ。言うて結構なんか努力しなきゃダメじゃん。その、すげえ才能とかない限りさ。努力すん、また一から努力すんのめんどくさい。またあれやんのかと思うとめんどくさい。
りいいな人生は。でも他の人っていうか未来このままねたくさんこうなんつうの若い子が多い国とかいいなと思うよね。自分が人生生きるのは一回でいいけど、いろんな人生があることはいいなと思うな。長生きはして、一応このゲームだけ長く遊びたい。あの頃に戻ってやり直したいな。ないな。うん、女性の生まれ変わりもあんまり興味ないな。梅村の開催者だ。どうも。今後とも梅村よろしく。ずっと夏休みがいいな。ずっと夏休みがいい。子供の時でずっと夏休みだったら、いやもう一回人生やりたい。ゲーセンをね、知る。うわぁ、悩む。それむずい。それいい質問。ゲーセンを知る前か。いやぁ、それ迷うね。うわぁ、むずい。うわ、それむちゃくちゃむずいな。うわぁ、どっちだろう。前でお願いします。前でお願いします。雨止んだっぽいな。そうだね、最近確かに散歩してないね。なんでなんだろう。なんで散歩配信しなくなったんだろう。明日だよ。散歩自体はまあちょいちょいね、減ったね。でもね、ああ確かに対戦部屋がね、なんか頻度下がってる気がする。
対戦部屋ね、まあ確かになんか同じ相手とばっかりやってるっていうことに不満を感じる人たちがいそうだね。まあでもな、今何時だ？12時半か。獣の道は全然進んでねえな。止まっちまったな。そっち何時？レトロ文化会。レトロ文化会っていうか、なんかああいう人たちでやるのはあってもいいかな。8時半。こっち何時だ？12時半。エボが800ポイントあってもプレミア、まあ出るね、とりあえず出る、出てもう決めちゃいたい、出ていってないね。いかなくなっちゃったな。明日仕事になってしまったの私に適当な応援くれ。くれそう。ドロヘドロって漫画読んだよ。いや、適当でいいからって。え、作者女性なんだ。ヒストリアが出る。フレーフレーのフレーって何なんだろうね。カタカナじゃん、俺らの感覚で言うと。あれ何なの元は。
レーって何？あ、震えか。震え。え、英語なん？英語なん？あ、そうなの？フレ、なんで英語なんだよ。なんで英語なんだよ。フルエは偉そうです。まあ、確かに。あ、英語なんだ。じゃあいいじゃん、フレで。じゃあフレでいいじゃん。日本語の震えと諸説ある、でも震えのが面白いじゃんねえ。震えの方が面白いよ。ああ、人に震えって言わないね。うん、震え震えと声かけたの分かんない。マジか。震え。お、震えになるね。震え。お、震えになるわ。震え。なるわ。じゃあさっきまでよかったんじゃんね。仕事、明日仕事なんでしょ。震え。明日仕事震え。イギリス食べ物まずい。まあなんかすごいそういう風に言われるよね。俺もね、子供の頃ね、それよく聞かされたのよ。イギリスは本当に食い物まずいぞって。で、多分そういう時代あったんだと思うんだけど、今はそうでもないよ、正直。全然。まあ先進国の中では確かにちょっと不自由する方かなとは思うけど、でも全然です。我慢できます。飯が一番まずかった国を小声で教えません。コメント
早くて見れねえ。あ、イギリスの郷土料理。なるほどね。そういうのはまあまずいかもね。最初のアルファベット。ダメ、バレる。バレちゃう。イングランドと、イングランドとアイルランドでご飯一緒。まあ似てるだろうね。どうしてもね。明日引き付けさん回してくれたら俺手術するよ。でも大体成功する手術でしょそれ。あと必要なのは勇気だけ、手術を受ける勇気だけっていう、そういう手術でしょ。だったら引き付けさんましない。成功率 30% の手術だったら引き付けサマーする。もう、なんだろう、君のために EX サマー、ゲージ全部 EX サマーにするよ。 30% で死ぬならね。そんな重たい手術じゃないでしょ。美談欲しいな。美談、美談が欲しい。いつ死ぬか分かんないから美談を作っときたい。やっぱちょっと、うん、そうだね、手術受ける人いない？手術受けるかどうか迷ってる人いない？俺、美談欲しいわ。うん。そう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 。こんなにいい人ですよっていう。いや、歯医者は行けよ。歯医者は行け。いやー、献血は昔しました。
京アニか、なんかガチすぎて感情移入しちゃうと寄付もできねえわ。わかる？なんか楽しい思いさせてくれてありがとうございますっていう感謝の気持ちがあるけど、逆に寄付できねえわ。寄付とかじゃねえもんなっていう、寄付なんかじゃ済まないよねっていう。寄付で済むならするけどさ、寄付とかいう問題じゃねえもんな。ガチすぎて寄付もできねえ。大抜きに寄付見たんじゃねえだろ。友達が肝臓移植手術します。一言言って、肝臓っていうことは酒か、酒飲みすぎか。あ、それは腎臓か。それは腎臓か。肝臓って何？なんだっけ、機能。人間どこ行ってないし。行ってなし。酒と肝臓合ってる。あ、ろか。あ、それ肝臓でしょ。あ、腎臓？どっち手術すんの？どっち？どっち移植すんの？腎臓の手術ね。腎臓は何？どっち？何？腎臓は何のと？腎臓は何するところ？何するところ？腎臓は。ろ過。ろ過ね。すればいいじゃない。じゃあ移植。美談欲しいな。
すればいいんだろうな。年寄りに席譲るだとさ、やっぱりさ、なんつうんだろうな、徳を積んでることになると思うんだけど、じゃあ俺席譲るときあれするわ、あのヘッドセットして、あの全身このね、この T シャツ着て、アケコンも持とうかな、うん、秘密活動さもたまたま席を譲った風の活動していこうかな。そしたらね、ツイッターで今日たまたま電車で奈良さんがお年寄りに席譲ってるの見たって、それ美談だね。席は譲れないな、実際は。いや、あの、譲らないっていうかね、どいちゃう。譲るという、あの、やり合いがめんどくさいから、降りるふりしちゃう。誰かの美談。さて、じゃあ1時までだな。電池がね、あともう 10% ぐらいしかないから、1時までにしますよ、配信はね。うん。あ、1時、あとだ、違う、あとの5分ぐらいね。うん。この体勢疲れんだわ、なんか首が痛い。今日はこれからね、スト5トレモ、もうそれ、今日の予定それ、トレモ、こんだけ。
わいそうでしょ。何も練習することないのに。でも、新しい要素があればな、練習も楽しいんだけど。まあでも結構まあヒットボックスだからそこは救いだね。練習することは結構まだあるから。ガイルハイスパコンとか、単純に前ダッシュとか、まあ、引き付けサマーも練習するよ。仕方ない。フードが応援配信するんだ。へえ。ケア対策、とりあえずなんだ。動き、あとは誰がいいんだっけ。ドグラもいるんだっけか。NL でしょ、うん、ゴーキでしょ、ゴーキ、ガイル、最近のフード配信頑張ってるかな。そうなんだよね、頑張ってんだよね。ドグラ、ラシード・カリン、ラシード・ジョン・ディン、カリン誰、カリン誰、ああそういうことね。そのプールじゃないでしょ、カリンは。なるほどね。じゃあベガ、カリン、ゴーキ、ガイルの同居の対策っつう感じでもねえからな。まあまあまあちょっとやるけど、エア、ゴーキ、あとはラシードか。ラシードもな、今更な、対策っつっても。あとユリアンか。OK、 まあその辺じゃあ対策しますか、うん、ディスコードの宣伝、ディスコードの宣伝ってさ、どういう風にしてたっけ、忘れちゃった。ディスコードってのがあるよ、サブスクライバーの人たち、ディスコードってのがあるよ。いや、カバのガイル新しかったわ。すげえ。勉強になった。あと1分。